はい、じゃあまとめ、紙をまとめます。電気だっけも、ああいうのもあるけどさ、太陽油でも外国にあるからね。そうだね、うん、大変じゃね。うちの実家の孫なんか、あの太陽油田で、はい、遠く行ってて外国へ、うん、3年も行ってきた。嫌だなぁなんて、はい、こっち来ればいいんになってたら、でも3年経ったら帰ってきた、うんうん、本当は2年ってわけやったけどさ、はい、うん、もう一人の子なんかね、うん、その子も1、2年で帰ってくるっていうのは10年も行ってるやの。そうだね、うん、10年も行ってたって10年はないけど、おっさね、もう言うつう時はまだ分かんなかったね、うん、結婚して2ヶ月ぐらいも経ったらそういう異例が出たんだよね、はい、行ってね、嫁さんはね一回帰ってた、うん、おいで帰ってくるまでね別々にいて、はい、これで帰ってきてから打ち立ったけどさ、そうだね、立ってくれたけど、はい、いやねんね、まあよじゃね、10年も行ってるやの。仕事だからしょうがねえっちゃしょうがねえけどね。そう、仕事だってやしょうがねえ、ね、だけどそういうにいかなきゃ自分のあれは寄せってわけだもんね。そうだよ、それが困るの。うん、それが困る。気が少なくなってきての、うん、までもかけるだんだんね、うんうん、よし、はい、終わりました。